はい、どうも、名古屋で日本一話せる友達ができるバーを経営しております、陽介です。今日も見てくれてありがとうございます。ということで、今日の話は、会社員や学生が YouTuber で副業として稼げるのかについてお答えしたいと思います。はい、実際に僕自身もね、まあ、お店の経営もね、やってたりとか、まあね、もともと移動販売車とかキッチンか経営してたり、あとね、まあ本も作っていたりとかね、本も2冊目から今できてるんかな。とか、あとまあ YouTuber として、今アカウント4つ運営していて、また来月の、もう今月か今月の半ばからもう1個ね、YouTube アカウントの、ね、運営をね、企業さんから依頼していただいて、やることになったりとか、まあ、他にもたくさん仕事あるんですけど、まあいっぱいね、おかげさまで活躍させていただいてて、YouTube だけでも、まあぶっちゃけね、食っていけるぐらいのおかげさまでね、鳴らしていただいてね、やらせていただいてます。その中でね、たくさんの人と出会う中で、やっぱ会社員やね、学生の人から、これからね、副業で YouTuber やりたいけど、ぶっちゃけ稼げるのかどうかについてね、聞かれること多いんで、それについて今回ね、お答えしていきたいと思います。実際、結論から言いますと、まあ、YouTube ね、副業で全然まだね、大丈夫です。いけます。はい。ただし、これいけるパターンがあって、めちゃくちゃ大事なことがあるんですね。それは、まあ、今回2つパターンですね。1つは、まあ、コンセプトがとにかくめちゃくちゃ大事です。コンセプトがめちゃくちゃ大事。アカウントのね。このアカウントは何のアカウントなのかっていうのが分かりやすくするということですね。例えばこれはね、このアカウント捨てアカウントにあげると思うんで、捨てアカウントって言って、まあ、とりあえずなんか、僕の思ったこととかをこうなんかとりあえず発信してるだけのね、自己満のやつの裏アカウントみたいなやつなんでね、あれね、ちょっと例外なんで置いといてもらいたいんですけど、例えば僕もう一個、名古屋の飲食店経営者っていうね、YouTube チャンネルがあって、これはね、飲食店開業とか経営に関することだけを挙げてるんですね。特にまあ、特化してるのはカフェとかバーに関することが挙げてるんですけど、要は飲食店開業に興味あるとか、やってみたいとか、やってみたけど、その後どうしたらいいかわからんみたいなね、人の悩みを抱えてる人に向けにアカウント作ってるんです。で、これ結構ライバル少なくてね、ライバル少ないけど需要があるというところで、まあ、ぶっちゃけて言ってね、あんまりね、こんなに動画で公表してないですけど、ものすごく DM 来てます。ものすごくね、そこからね、その YouTube から、ね、僕お店経営しますよ、日本一話せる友達ができれば。そのお店にお客さんが遊びに来てくれてるという、チャンネル登録ね、1000人しかいないんですよ。1000人しかいないのにね、異常にね、連絡来るし、異常に来てくれるんですよね。はい。月間で言うと、まあ、30人から50人ぐらい遊びに来てくれてるのかな。これ結構すごないですか？皆さん、どう思いますかこれ。多いと思いませんか？みたいな感じでね、こう悩みが深くて、誰もやってないけど需要があるコンセプトをね、一つ取っていく。これがね、ものすごくまず一つ。YouTube アカウントをやっていく上で、副業でもね、まあ、本業でもいいんですよ、別にね。副業でも8時間とかね、土日8時間とか、8時間8時間使えると思うんで、動画撮りまくってたらね、1週間分とか撮りだめできるじゃないですか、土日で。まあ、それで別にね、動画は別に、やれると思うんで、うん。ちゃんとコンセプトさえ尖っていればというか、需要があるし、やってないところをやっていけば、全然いけると思います。っていうのがまず一つ目。で、っていう、ね、今のやつはちょっと需要、まあ、もうコンセプトとまた似てるんですけど、すでに最近伸びたもう一つがね、トレンドみたいなのを追っかけていくっていうところですね。うん、これめちゃくちゃ大事ですね。これできれば副業でもいけるかなっていうところで、それトレンドを追っかけてくるって何かって言いますと、例えば、最近だったら、大学生の日曜やった時、ちょっと細かいの忘れちゃったんですけど、大学生だったらそんなような名前の YouTube チャンネルで、なんかひたすら、もう大学生の日常を上げてるんですよ。もうルーティン動画みたいな。ひたすら今日なんかこんなことしてまーす、みたいな。大学の雰囲気こんな感じでーす。こんなんじゃないですよ。男性なんですけど。みたいな感じで、そうやってやっていくことによって、今、その動画が伸びてて、それは結局、なんで伸びてるかっていうと、まあ、大学生に、これからなろうとして憧れてる人とかのが、こう大学生どんな生活なんかなみたいな感じとか、今現役の大学生が他の大学生どんな生活してるんかなみたいな、興味本位でこう見てるみたいな。で、その人のストーリーを追ってって、その人次どうなのかなみたいなのを気になって見てってるみたいな。感じの需要でものすごくね、まあ半年ぐらいでチャンネル登録何十万人いったんかなわからんけど、めちゃくちゃ伸びてるっていうね。うん。そういうのまあ、トレンド追っかけてね、その人のパクリまでは、まあパクリでもいいんじゃないですか、最初ね。パクリに近いというか、真似してもいいんじゃないですか。そこからどんどんオリジナリティ出していけばいいから、ある程度パクってから。うん。とかやっていくと、まあ、すでに需要があるし、そんだけ伸びたっていうことは、一気にね、他にライバルがいなかったんですよ。だから今、多分、やり時だと思うんで、そういう風にトレンドに乗っかっていくっていうのも、まあ、コンセプトを見つける上で、結構、大事になってくるんじゃないのかなという、ところですね。うん、そうですね。例えば、会社員だったら、花さんでしたっけ？OL 花でしたっけ？ちょっと迷わせちゃったんですけど、OL YouTuber のね、顔出ししてないですよ。顔出してなくて、OL のルーティン。OL の夜の一日みたいな、給料日前の、夜みたいな感じの動画をこうルーティンとかでね、どんなご飯食ってるのかとか、どんなことしてるのかみたいなのをひたすら上げてるみたいなね。
感じのアカウントがありまして、それもね多分あの OL の給料より高くお金もらってるみたいなね、どっかで見た気がするんで、そういう風にねこうまあそうこれもトレンドだと思うんですけど伸びてるんで、そういう動画に真似してやっていったりとかすれば、いけるかなっていう感じですね。まあ、なるべくですよ、別に、ね、副業で最短でいこうと思ったら、まあ、すでに伸びてるのがいいです。やっぱりねすでに伸びてるやつとなんか伸び始めたところに乗っかるみたいなね、感じがいいので、まあ常々ねあのそのためにはじゃあどうしたらいいかというところはやっぱり YouTube とか、で、まあ、急上昇ランキング見てもいいんですけど、急上昇ランキングなんかそういうね大学生の日常とか OL のやつっていうのは急上昇ランキングにも、ね、乗ってこないけど、別になんかそこまでいかないけど、ある程度は伸びてるみたいな。まあ一応食っていけるぐらいというかね。食っていけるぐらい以上めっちゃ稼いでます、稼いでると思いますけど。うん。そういうとこ、そういうとこだったら急上昇ランキングとかに乗らないので、結構割とね、そういうのは、そういう時はね、あの、周りの友達とかに聞いてみるのがいいかもしれないですね。最近なんか YouTube なんか見てるのあるって聞いていくと、僕だったらそういうアカウント教えてもらったりとか、あと Twitter でね、YouTube のそのなんかあの、なんか YouTube の、なんていうかな、YouTube の攻略法みたいなのを、発信してる人がいるので、ね、無料でね。そういう人とかからどんどん情報収集して、あ、こんな人が流行ってるんだ、こんな人が流行ってるんだとかね。あの、何ですか、YouTube プロデューサー L さんって人がいるんですけど、カリメンタリスト L さんなんですけどね、のなんか YouTube プロデュースバージョンなんですけど、それのね、ツイキャスがあるんですけど、ツイキャスとかもね、ものすごく勉強になったんで、そこでもいっぱい、このアカウントいいよ、このアカウントいいよみたいな、いっぱいコメントされてて、そのアカウント僕全部見たんで、で、これ今トレンドなんだな、みたいなとかね、見たりとかしながらやらせていただいてて、うん。そうやってトレンドも追っていけばいいかなっていう感じですね。で、大体、YouTube で副業やって、どれぐらいから稼げるのかというところなんですけども、これちょっとね、一概には言えないですけど、多分ね、全然、めちゃくちゃちゃんとコンセプトとか尖らして、早かったら3ヶ月とかじゃないですか。早かったら。で、遅かったら1年とか、かな、収益1円とか入るまで、なんですね。で、あと、これちょっとまあ難しいんですけど、これちょっと今回ね、YouTube これから始める人向け、なので、まあ、始めた人にとって当たり前の話なんですけど、出口ね、自分の商品持ってるとよりいいです。YouTube 単体もいいんですけど、僕の場合だったらお店を経営してるんでね、日本一話せる友達ができるバーを名古屋で経営します。旅は夢ポートっていうね。そのお店に来てくれたら、ぶっちゃけ YouTube の再生回数増えるより全然売り上げ上がるんですよ。もうぶっちゃけた話ね。全然そっちの方がもう何百倍も嬉しいんです。僕はもともとそうやってね、あ、まあ、この話、細かい話はいいや。でもとりあえず、そうやって出口を作っておく。うん、再生回数って言うても1再生ね、まあ、0.2、0.3 とかね、じゃないですか。まあ、ウームの確か合計データだったら全体の平均データで 0.26 円かなぐらいだと思うんですよね、一人当たりね。ってなった時に、そんな小銭を稼ぐよりね、ぶっちゃけそうやってお店に来てくれたりとか、例えばなんか自分が持ってる商品、例えば、まあ、ダイヤモンド売ってないとダイヤモンド売れたりとかした方が、まあ、ぶっちゃけね、稼げになるんですよ。そういう風に、まあ、できるといいかなって思いますけどね。うん、それはまあ、プラスアルファで。うん、あと、まあ、副業でやるならなんですよ。副業でやるなら、あともう一個パターンがあって、スポンサーつけるのどうですか？スポンサーつけるの。まあ、僕もね、まあ、あんまり細かいことは言えないですけど、スポンサーみたいなのがついてて、それのおかげで、結構、だいぶ売り上げも上がってるというのはあるんで、例えば、じゃあ、スポンサーについてて言うのであれば、どうしようかな。例えば、じゃあ、副業で、ゴルフ分かりづらいな。何しようかな。何がいいかな。誰が、僕は、まあ、ただ、テニスやってて、テニスの YouTube アカウントやるとするじゃないですか。テニスのやり方について説明する動画とかだったら、まあ、企業にね、とかどっかメーカーの企業に、例えばテニスのラケット、そのラケット今回毎回使わせていただきますと、ね、毎回概要欄にも、告知しますと。その代わり毎月、これぐらい月何十万円保証で、お金もらえませんかみたいな。その費用で YouTube を運用していきますみたいな感じでね。やってたりとか、まあ、スポンサーをつけていくっていうのはね、結構ありかなと思います。はい。まあ、ちょっと何のアカウントでやるのかによって変わりますけどね。さっき言った大学生の日常とかだと、また大学と契約結ぶ、大学を名誉出しとかなら大学と契約結ぶとか、うん、大学のスポンサーとしてやるとかもね、ちょっとまあ、ちょっと契約がめんどくさそうやけど、はい。まあ、でもそういうのやったりとか、スポンサーやると、初期の段階からお金もらえるっていうね。はい。まあ、スポンサーの契約の仕方とかはね、またちょっといろいろやり方はあるんですけども、相手にね、ちょっと、貼ったりというか、他の、例えば、類似チャンネルがこれぐらいいってるんで、多分僕のチャンネルもこれぐらい伸びると思います。ということは、これぐらいの再生回数が、この数ヶ月の間に、こんだけになると思うんですよね。ということは、だいたい費用で言うと、本当にここかけようと思ったら、これぐらいかかると思うんですけど、今回これぐらいで大丈夫です。みたいなね。ちょっとま、いろいろあるんですけど、これだいぶ端折りましたけどね。うん。スポンサー取るっていうのも、まあ、ぶっちゃけありかなっていう、はい、感じですね。はい、それでやっていけたらいいかなっていう感じでございます。大丈夫かな？そろそろもう10分になるんです。さあ、じゃあここら辺で終わりたいと思います。ということで、YouTuber
を副業でできるのかということについてでございました。ついでにね、なんかこれで、この動画でね、疑問とかね、質問とかありました。全然ね、いくらでも僕の DM とかいただいたりとか、まあ、一番嬉しいのは直接会えることが一番嬉しいです。僕の名古屋でね、日本一話せる友達ができるバーを経営しておりますんで、そちらでお会いできるのが嬉しいので、ぜひね、連絡いただいたら日程約束して、そちらで一緒にお話できたら嬉しいかなと思っております。はい。ということで、そんな感じでございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれて、バイ、ネクスト。